与良殿東照宮は、群馬県大田市与良殿町にある神社である。東照大権現としての徳川家康を祭人とする、東照宮の一つである。1617年に、駿河国久農産より下谷国に一行へ家康の遺骸を改装した際に建てられた社殿を、1644年に、上野国与良殿へ移築し、創建された。大田市内の他の社寺、館跡とともに、 日田総遺跡として国の史跡に指定されている。この地は日田市の海藻、日田義茂の館跡とされ、隣接する長楽寺は義茂の供養塔もあり、歴代日田市本州家僧侶が厚く庇護を与え、大いに栄えていた。関東に入った徳川市は日田市から分立したこの地を発祥地とするセラ伝氏の末裔を自称していたため、徳川氏ゆかりの地と申された。 関英21年、三大将軍、徳川家光の命により、徳川氏の演祖の余寮電撃の墓があり、天海僧正が住職をしていた長楽寺の境内に創建された。歴代徳川将軍から信仰され、江戸時代は大いに栄えた。明治8年、神仏分離によって長楽寺から分離し、明治12年に豪舎に列格した。舎殿は創建の際に、 日光島小宮の古社殿を移築したもので、一軒社流れ作りの本殿、入りも屋作りの拝殿、カラーモンは国の重要文化財に指定されている。他に、現在四年作の大鉄灯籠等が重要文化財の不指定となっている。拝殿建造物工芸品倉賀野塾で中仙道から分岐する日光霊平市街道の堺塾と木崎塾のほぼ中間地点にある。 ありがとうございます。